平用橋平用橋は、荒川及び中川に架かる、東京都道315号御勝町小岩線の橋で、ある。東京都内の葛飾区西新小岩と江戸川区平井を結んでいる。荒川の川口から 6.0km の地点に架かる橋で、橋町 616.0m、福井 20m、最大島町 60m の交換地レバーは焦げた。 および単純かつ荷重合成番桁橋である。また、荒川と中川の橋の間に14.4メートルの森土区間があり、都各区間の総延長はさらに長い。また、首都高速道路平井大橋、出入口とも接続している。右岸川取付道路は高架橋、左岸川取付道路は森土となっている。取付道路の長さは、 右岸側は二百は231.1メートル、左岸側川は153.5メートルである。橋の東詰めは2007年10月に整備された、辰巳橋交差点に係かる新小岩陸橋へ接続する。橋の管理者は、東京都で災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための、東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。平洋橋橋は、 四月橋や小松川大橋など荒川に架かる橋の混雑緩和を目的に東京都第5建設事務所が事業主体として建設され、1961年着工され、1966年竣工され、同年8月開通した。株工の基礎は4基は交換区やし付き欠損基礎、9基は交換区域基礎を使用している。開通当初は用地買収や 区画整理の遅れから、右岸側の取付道路がまだ未完成だったが、1967年4月に取付道路が竣工された。掃除業費は16億2700万円であった。かつて、荒川放水路を越えて、江戸川区平井地区へ行くには、四つ木橋か小松川橋などの橋へ迂回するルートしかなく不便であったが、この橋の開通により、利便性が向上し、ひいては、 千葉県慶應地域への重要なルートへと変貌した。直線で見通しが良い道路であるが、橋から川に転落する事故が相次いだことから、1980年秋に中央分離帯にガードレールが設置され、遠赤周りに反射塗料を塗布するなどの対策を講じた。ありがとうございます。